坂田淳二は北海道帯広市出身のプロアイスホッケー選手である。日本人初の欧州プロ契約選手。アジア人初チェコエクストラリーグプロ契約選手。ポジションはフォワード。プレースタイルはライトニングと呼ばれる。現在はクリエイティブアスリートとして活動中。ありがとうホッケークラブチェアマン。9歳で帯広大空アイスホッケー少年団に入団。 アイスホッケーを始める。小学6年生の頃に全北海道大会で優勝。中学3年時には全国大会で3位。白樺学園高等学校に進み、世界ジュニア選手権などに出場。卒業後、国土に入団。入団1年目からレギュラーとして活躍し、最優秀新人賞を受賞。その後国土在籍中は6度の日本一を経験し、 MVP などのタイトルも獲得。日本代表としても世界選手権などで活躍。1999年イギリスナショナルリーグ、ピーターボロパイレーツで1シーズンプレー2003年に国土を退団し、スウェーデン、アメリカ2004年にはフランスと渡り歩く。2005年世界最高峰リーグの一つである、チェコエクストラリーグの HC プルゼントアジア人初の プロ選手として2007シーズンまでプレーエクストラリーグに4名だけ在籍する、国外選手となる。その後は帰国し、アイスホッケーの普及とメジャー化を目指す。2009年フート、バラットに所属し、クリエイティブアスリートとして活動中。2010年新横浜ジュニアアイスホッケークラブの、専属、テクニカルディレクターとして、子供たちにヨーロピアンホッケーを指導中。 ありがとうございます。